なでしこリーグを制したアイナック神戸。日本一のプライドを胸に戦う相手はイングランドの三冠女王アーセナル。得意のパスサッカーでチャンスを作る神戸は序盤から臆することなくゴールへ飛び込みます。これに対しアーセナルは激しい当たりで応戦かと思えばこのシュート。パワーだけでなくテクニックも見せるプレミア女王。負けじと神戸も川澄がスピードで勝負。女王対決はハイレベルな戦いに。後半に入ると司令塔澤が輝きます。川澄さらに大野へとチャンスを演出し攻撃にリズムをもたらします。すると23分、川澄惜しくもバー。そして25分、チ・ソヨン。ついに神戸が先制。韓国代表のエースが個人技でゴールを奪います。ところがその8分後、アーセナルに一瞬の隙を突かれ同点に。女王の意地とプライドがぶつかった一戦。最後までゲームを支配した神戸でしたが、悔しいドロー決着となりました。クラブが世界にどれだけ通用するかっていうのが試せる場が増えていくっていうのは非常に選手としてもありがたいことですし、やれて非常に楽しかったです。もう自分たちが思ってた以上に結構ボールも回せましたし、なかなか代表選手にならないと海外の選手とこう戦う機会がなかったですけど、今日は本当にいい機会でもあったし、もっともっとなんかこう世界のクラブチームと対戦したいなと思いました。